あれあい痛みのいかせやらによりまりまりなげんがりあずっと向こうまで行ってこられましたよね。どこであれ見えたでしょう。日本が日露戦争に勝った時に、台湾航路だ、台湾貿易するための大島軍で、徳之島前田元の大島軍で初めてできたところで、底崎灯台って言うんです。あ、そうでした。その灯台をね、作りに来た鹿児島県の、佐多岬の人が、月光さんって人が、工事をしながら下見たら、カツオをおるの見て、灯台が明治29年で行ったんです。30年に帰って、で船を持ってきてね、これでカツオ漁業を始めた。そしたら、すごくカツオが上がって、取れた。その時から、朝虎町さんって人30代だったから、乗り込んで いろいろ覚えて、32年にね、お金を集めて船一つ作った。だどんどん船、魚が上がるんで、次々船ができたんです。面白いぞ、取れた。大島郡で初めて、カツオ漁業を始めたこの朝虎松さんっていう人の石碑もそこにあるんです。当時の船は帆船ですから、帆を張って五郎を漕ぐでしょう。一つの船20人ぐらい乗るわけ、するとこの島だけ人が足りないから出稼ぎがいっぱい来るの。奥さん呼びますよ、子供が7、8人もざる。この集落に1400人の記録があったんだ。でその最盛期には西組で漁業始めたら、サネクだとか今だとか、あちこちをどんどん船作って、船ができすぎて、魚の取り合い、それがですね、大正15年の旧暦の9月の16日に、漁に出た2つの船が遭難しちゃって、28人が亡くなっちゃったんです。すると、海に行くのがちょっと怖くなりますよね。それと、関西の方で軍需景気で工場がいっぱいできて、一人働きに行くと、出てこい、出てこい。ああ、いや、呼ぶからね。で、それで、終戦後に一旦引き上げてきて、私も終戦後に帰ってきたんですけど、その時、この学校、これまっすぐで上がった学校があるんですけどね、その学校の生徒が、最盛期は300よって歌ってたんだけど、私らの時には100よって生徒が100人ぐらいおったんです。それが、昭和の60年で廃校になってしまった。で、隣村に、クダドンってところに、山村留学生いたんですよ。山村留学生、うちも孫さん人間呼んで2年間行かしたんだけど、山村留学は地元に子供がいないと慣れてたんだよ。地元の子との交わりが都会の子に大事だからね。で、うちの子残してくれって言われたけど、親が中学は向こうで出したいからって言って、帰ったもんで、平成15年で廃校になっちゃって。その次の村までも廃校になってしまう。今みんな廃校。子供が誰もいないの。ああね。たまに子供来たらもう嬉しくって、ね。今はね、24家の37人しかいません。24家。奄美はこのリアス海式の海岸の入江入江に村がありますよね。それは自分たちのテリトリー。自分らの島っていうのがずっと言われてきたんですよ。隣4里1里離れてますけど、山越えて行くでしょ。めったに行けないわけ。だから少し離れてだけでも言葉のイントネーションが違うんです。ね、しきたりも
ちょっとずつ違ってくる。だからよそ島地だてはやだては結婚はしない方がいいよって、流さん涙も流すよっていうふうに言われて、島々だけで結婚して、いとこだ、そういうとこだったんですよ。今でこそ飛行機であちこちと行けるけどね。この詩の朗読、はい、この詩、はい、お願いします。捨てた島。立ち神の沖をゆっくりと鹿児島航路のフェリーが行く。紺碧の実はキラキラとリーフを越えてさざ波が白砂を打つ。この浜を小さな包みを抱えて裸足で乗り込んだ天馬線。ギーギーっときしむ炉の音と見送りの手陣の音に背を押され、行き止まりしている上り線の甲板で素足に真新しい運動靴を誇らしげに履いた私。山と矢立てするよ、関空へさん四万くとやを忘れて、山と暮らしするよ、玉子がねぐわ。ゆうべお堀上の席で頬を撫でてくれたゴツゴツした半音の手と声がよぎる。母も父もいない島、もう帰ってくることもない島。明日からはランプのホヤを磨くことも、天秤を担いで水がめいっぱい水汲むことも、山の畑から芋を背負ってくることも、灯台山に焚き木を取りに行くことも、みんな打ち捨てて出ていく島。緑色濃い山々も、神社の赤い鳥居も、低いかやぶき屋根を守るこのサンゴの石垣も、友と戯れたこの海も、みんな捨てて出ていく私。都会に憧れる子に涙はなかった。かすかに聞こえる手伝の音と白い手ぬぐい打ち振る見送りの人々。今夜は私が抜けたあの家でデンブリ住居持ち寄って手や待ちしてくれるんだろうな。元気でいてくださいね、島のお年寄りたちよ。あの日島を捨てた私が島を忘れることができず、ご先祖様の墓守りのためすっかり便利になったこの島で、しきたりは廃れてしまった過疎のこの島で、打ち寄せる波の音を楽しみながら沈む夕日に溶け込んでいるという式です。ありがとうございます。わかりますね、言葉大体のその意味は。私らもわかります。 あまり本音入ってないね。結構わかりますよ。あの詩集の詩 の横には、うん、振り仮名をあの方言で書いてあるんです。島の言葉で振り仮名して、でその島々っていうのがあの、うん、言葉が、はい、違うから、うん、あのその島々の言葉で読んでもらいたいなと思って。はあ、逆なんですね。方言を横に注釈をかけたんです、ね、そうなんです。なるほど。